11日目。おはようお前ら。ああ、おじゃあじゃあじゃあ寝相悪いやって。お前なんで蜘蛛の巣の上で寝てるのよ。お前何してるの。おいしんのちゃん、朝だぞお前。うわーうわー、溺れてる夢でも見てんのか。おはよう。もうまったく、もうお前はどうした。ほんとお前どこで寝てんだよ。おい昨日ここで寝たよ。ここでどんな寝方してんの。リグだみたいになってて。おいてかそうじゃん、俺ら昨日あれか、死んじゃったからここにいんのか。怒られてなんで死んだってなって、危なかったな、あれ昨日ギリギリで。しんちゃんのせいだね。なんで俺のせいなんだよ。お前嘘つくの下手くそだから。だってでもしゃあないやん、だってシルバーフィストがもう仕方なくない。あれはもうちょっと嘘つくとき気をつけよう。あの感触鋭いからすぐわかるから、マジで。いやそうだよ、ちょっと矛盾した言葉には気をつけた方がいい。てかゲート結局何だったの、あのゲートは。確かにあのゲート結局何、下界に行けてなかったってこと。あれはだから罠だった可能性があるってことなのかな。じゃあ嘘つきだあいつは。わかんないじゃん、だそもそもだって報告しろって言ってたわけでしょ、トレーターは。だってさ、なんか他の手順でさ、もしかしたら本当にさ下界に行けるのかもしれないじゃん。てかなんか奥にさ、もう一個ゲートみたいのあったじゃん、あれでワンチャン帰れたとかあったのかもしれないってことだよな。その手前で落ちちゃったから入ったらもしかしたらいけない。生き方に問題があったってことなんじゃない、もしかしたら。かもしれない、俺手順が間違ってたから、俺たち侵入者みたいな扱いでさ落とされちゃったみたいな。あーなるほどね。え一回さトレーターに確認したくね、なんかあいつ情報集めるとか言ってなかったっけ。そうだね、トレーターの場所こっから行けるのかな。行けそう。行けるんじゃない、だってさほらこれトイレの下からさオリンポスロード出れるじゃん。でオリンポスロードからほら屋根裏の方に行けばいいんじゃない。あお前なんか屋根裏から行ったって言ってたよな、なんか。そうそうそう、けどちょっともう時間ないかな、もう監視来そうじゃない。監視来そうな気がするな。あー来てる来てる、監視来てる。あマジ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 、あじゃあダメだ。ねえ書いた、そういえば反省文。あそうだよ、おい反省文書いた。あ書いた。忘れてたら怒るからな。ちゃんと書いたかお前ら。ちゃんと書いてよ、しんちゃんのこと。改善策書いた。お前の人間性とそれを改善する方法を書けって言われて、俺たちは書いたよ。そんなひどいこと言ったかな俺。言っただよお前、来るなとか言って。そうだよお前。あ監視。おはよう。おはようございます。何？あ、監修っていきなりどうした。いや、今ちゃんと反省文書いたかみたいな確認してて。あ、書き終わったかお前ら。書きました。書き終わりました。 OK、わかったわかった。だってどうしよっかな、朝礼をしたいんだが。一緒に入りましょう。いや、ちょうどほら窓とドアが合わせて3個あるから。あ、はい、わかりました。え、待ってやだ、俺真ん中、真ん中やだ。お前行け真ん中、お前が犯人なんやから。なんで俺真ん中なの。ここはゼウス刑務所。極悪非道な囚人たちが収容されている。そこにプチプチ、神道寺、葵が連れてこられてしまった。彼らは監視の雛子によって30日後に処刑されることを告げられた。そこで彼らは脱獄の計画を進めることにした。脱獄のルール、ブロックを破壊するにはそれぞれ適正ツールが必要だ。刑務所内に隠されたアイテムを監視にバレずに探し出さなければならない。果たして3人は無事に脱獄することができるのか。脱獄ゲーム。では朝礼を始めます。皆さんおはようございます。おはようございます。はい、今日は皆さんが来てから11日目、処刑までの残り日数は19日です。もう19日なの。19か。まあということですね、皆さん昨日起きたことは覚えてるでしょうか。神道寺がディズニーにヒール履いてくる女は来るなって。そうですね、言ってましたね。それだけじゃねえだろ。俺は女を殴るって言ってました。そうですね、言ってましたね。言ってない、言ってない。さあそれに対してのやつはもう書き終えてますか。はい書いてます。誰から見ていこうか。はい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 。じゃあプチプチから見ようか。はいどうぞ。ちょっとお前らはさ檻の中にいてくれ。はい、はい、では読みます。はい。神道寺の人間性はかなり腐っています。嘘をつきながら嘘を吐く男、女だろうが老人だろうが人を殴る。泣き上戸でめんどくさい。バレバレな嘘をつくし騙されやすい。改善点、
大人になってしまった後は性格を変えるのは不可能に近いと近年の研究で分かっています。なので一度始末して転生させましょう。始末しましょう。最低だな、最低だな。お前、お前が最低なんだよ。お前自覚しろ。はい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 、そうだね。だってさ、全部を総称すると泣き上戸で人を殴りながら嘘をつくヤバいやつってことでしょ。そういうことです。ヤバいですね。違います、それ酔っ払い、タチの悪い酔っ払いじゃん。まあ要は地球にいらないんですよ、そんな人間。だから始末した方がいいってな。うん、始末して転生してなんかカエルとかミジンコとかに転生してもらって一生を終えてほしいです。やだやだやだ。まあじゃあ別になんか後々こいつはどうせ始末されるから叶うぞ。それはやった、地球のためになる。お前がよかったね。これで地球は救われるぞ。うん、お前らも漏れなく一緒に処刑だけどな。まあとりあえずじゃあ青いの次よこせ。はい、では行きますよ。じゃあ青いののやつ見ます。はい。ディズニーランドにヒーロー入ってきて疲れたという女はディズニーに来るなという発言について人間として最低です。でもディズニーには運動靴、絶対に運動靴。でもしんちゃんの人間性は改善するべきだと思うので青は以下の改善策を考えました。転生する。何やっけお前、心と心が通じ合っとる気やけん。続きはあのね、転生する、人生をやり直す、生まれ変わる、再生転身転機新生転換転化転生転換転移。なんかとにかくいろいろ書いてますね。で次、ダイエットをしているのにウーバーイーツで王将を頼んでモリモリ食べたり、眠たいと言っていたのに朝まで映画を見たり、忙しいと言っていたのにパチンコに行ったり、そういう人間です。さようならしんどい。おいおい、やめろ、プライベート。お前まるでダメな男、マダオじゃねえか。おい、ふざけんな。だって面白すぎるんだけど。本当に本当です。俺あんなにギャンブルなんて良くないって俺に言ったのに、おいパチンコだって言っとんのかお前。まあエンタメエンタメ、うん、やばすぎるんだけど。違う、これ問題なのは娯楽として行くならいいのに忙しいって嘘つきながら言ってるのが問題なんだ。パチンコ行ってるやつは暇なんだって絶対に。やめとこ、もうやめて。あ、もうだから分かった。もうこういうね、そのプライベートも含めて普通に新道寺は転生した方がいいって話だな。俺のそうです、人間性を疑います。そうだな、私もなんかより一層疑ったよ、この本を読んで。はい、よし、じゃあ新道寺最後に自分のを見ようか。こうやってめちゃくちゃ反省してたりとかしたらまたちょっとね見る目が変わるから。まあそうだね、もう洗いざらい書いててほしいっすね。そしたらまた変わったのかもしれない、未来は。めちゃくちゃ反省してるんで読んでください。これでもう挽回っすよ、挽回。じゃあ読みますよ。はい。昨日は大変失礼なことを発言してしまい申し訳ございません。あ、いいよ、はい、いい駆け出し方だよ。遊園地にヒーローを履いていくのはいいと思いますが、遊園地はやっぱりビールだと思います。は？今後はビールを勧めるよう心がけます。余談ですが、野球場とかで見るビール配りの女の子の時給はかなり高いらしいです。可愛いし、女の子にヒールされてビール飲んで最高。酔っ払いじゃねえか。え、酔っ払い。大正解じゃんお前。え、ほらヒールとヒールをかけてビールをかけたんですよ、わかります？やばすぎる本当に。何も反省してないよお前。ちなみに好きなパチンコ台は何？最近はコードギアスかな。あ、こいつガチやってるやつだ。ちょっと当てようとしてるやつだ。ねえ、反省してって言ったし、改善点かけって言ったよね私。いやもうこいつやっぱ殺した方がいいっすよ。もうよーくわかりました、新藤さん。あなたは今そこでそのマグマに飛び込もうか。いや無用です、いや本当に反省してるんですよ。嘘つくなって。まあ反省してるんだったら飛び込めるよな。いやいや死んじゃいますもん。いやもうそうだね、普通に今多分視聴者もみんな、うわ新藤さんそういう人なんだって言って、視聴者の中のイメージも死んでると思うよ今。え、マジ？まあいいや、とりあえず新藤寺は何も反省していないということがよく分かったね二人とも。はい、わかりました。え、嘘。ということで新藤寺、まあちょっと後ほどお前は覚えとけ。え？ではではでは、まずちょっと朝の段階でやらなきゃいけないことがあるんで説明しますね。はいはい、まずですね、まあ新藤寺がクズだということもそうなんですけど、昨日起きた事件は新藤寺以外にもありましたね。なんだっけ？
みんなが謎の溶岩幽霊で死にました。あ、神様のいたずらね。そうですね、あれは神のせいですね。そしてなぜかシルバーフィッシュで死にました。覚えてますね。あ、風呂が汚かったせいね。確かに確かに、あれは風呂汚い悪いな。ということでですね、ちょっと昨日お風呂とかはちゃんと見れてないし、他にもちょっといろいろちゃんとくまなく確認したいなと思ったので、まず私はこの後施設点検に参ります。全部の施設をくまなく見てきます。はいはいはい。でその間君たちはここでおとなしく待っててください。自由時間じゃないんだ。ああ馬でもいいですよ。いやだから自由広場もその対象なんです。ああ、なるほどね。あ、そういうことなんですね。懲罰房以外のすべての施設を私は確認しますので、ここでおとなしく待っててくれますか。はい、わかりました。はいはい。でその間に君たちにやることをあげます。プチプチ葵。はいはい。神道寺に自分の人間性とはどういったものなのか、どれだけクズな男なのかということをよく説教を解くように、神道寺の心を改心させるのが君たちのやることです。まず回してください。改心教と言われたこの私に。神道寺は二人の話を真面目に聞くんだぞ。わかりました、聞きます。ということで私はいろいろ見てきます。あ、ちなみにもしあるんだったらあらかじめ報告しといてほしいことがあるんだけど、独房のチェストの中に物を入れてたりするか。いや、入れてないです。ないです。入れてます。ええ、だって前食料とか入れていいって言ってたから入れてます。あー、食料が入ってるってこと。はい。オッケーオッケーオッケー。ではちょっとおとなしくしててください。はいはい。はい、頼みますよ。いいか、お前はゴミだ。すいません。まあ、だがな、ゴミはゴミでも、まあ、地球のゴミだ。頑張ればその辺に落ちてるなんかバナナのゴミとかになれるって。ねえ、今じゃない？あ、取れた？え、でも監修なんか全部の施設回るって言ってたけど大丈夫か？全部の施設だよ。めっちゃ時間かかりそうじゃない？行くんだったら今じゃん。そうか。時間かかりそうだな。今行っちまうか、じゃあ。え、ちょっと新流さん案内して道。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあこっちみんなトイレ。え、みんなで行く？みんなで行くか。うん、みんなで行こう。みんな話聞くか。オッケー、じゃあ行くよ。じゃあまずここ下降りて。問い詰めないと、あいつを。嘘つきやろう。じゃあまずこれトイレの下に行って。それ監視いるかもしれないからマジ気をつけろよ。オッケーオッケー、慎重に行くわ。ここの羊毛掘って、でここからオリンポスロード出れる。よし、オッケー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 。オッケー、いやだそう。でまあお風呂場見に行くって言ったから、これ大丈夫か。これ怖いね、ちょっと見つからないように慎重に行こう。一旦閉めとこよ。ここ通ったらまずいよ。オッケーオッケー、行こう。教えてみてみよう。こっちか。でもまっすぐ行くだけ。監視どこにいるんだ。だってこれ怖っ。頭出す。やばくない？大丈夫。いや大丈夫、いない。もうどっか降りてんな。風呂場じゃね？待って、風呂場にいない？風呂場に。待って、やばいな、やばいよ、これやばいよ、これ。待って、これ2回来たらやばくね？頭、見える俺たち。若干見える。頭下げよ。怖い。待って、2階。いる。待って、これこっち行った方が死角だ。死角、行き。こっちの方が死角。真下にいる。真下、樽の中見てるわ。今のうち。よし、多分こっから多分見えないやろ。オッケー。え、こっから行けるんだよね。どこだっけ。屋根裏倉庫のね。どっから行けんの。待って、どこら辺だっけ。ここら辺だっけ。あ、ここっち。あ、ここね。オッケー。で、これがどこに繋がってんの？これ水路も行くだけ。やばい。進んで。で？そう、そっち行くだけ。まっすぐ。あ、本当だ。滝のところか。これが独房の。気をつけてね。え、これどっから行く？ここか。あ、待って、監視来てない？え、待って。監視いる。早く。こっち。やばい。急ぎ。怖い。こっから行ける。取れたのとこ行ける。こっからでね。どこ。やばいぞ。危ない。これ上にいるよ、監視。これ下に来んのかな、これ。大丈夫かな。いや、でも全施設って言ってたから、来るんじゃない。とりあえず取れたのとこ来た。大丈夫？今上にいるな。あ、まずいな、それ。下に来ない？いや、わかんない。まずくないか、今。橋行ってから鳥谷に話しかけた方がいいか、これ。やばいっしょ、今話聞いたら。降りてきたらやばいもんな。やばい。これか、神道寺が言ってた食べ物って。青くなったジャガイモ食べてないじゃん、あいつ。お仕置き用に取ってこう。食べさせよう、後で。よし、オッケー。
あ、向こう行った向こう行った向こう行った。あ、行った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 。オッケー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 。よっしゃ、話聞いてみよう、こいつに。聞いてみよう聞いてみよう。はい。ゲートを見つけたが、下界に戻れなかっただと。そうなんだよ、戻れなかったんだよ。だから死んじゃったんすよね。何？君たち勝手にゲートに入ったのか。とんでもないじゃん。止めたんすよ、止めたんすよ俺は。はぁ、まさか裏切ろうとしたわけじゃないよな。いやいや違う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 違います。いや、それはないそれはない、それは絶対ないです。展開には様々な刑があるから、勝手な行動は慎むんだ。他にも刑があるってことか。そういうこと。君たちも危険な目には遭いたくないだろう。もう、まあ、もう会いたくないな。いや、会いたくないもう死にたくない、あんな死に方したくない。もう次ゲートを見つけたら報告するんだぞ。わかりました。じゃあ次ゲートを見つけたら、おそらく君たちが見つけたゲートは終身時刻刑に使うハデスゲートというものだ。あー、別の刑なんだ。そういうこと。確かにあれ黒かったもん、なんかハデスっぽい感じはするね。確かに私たちが探しているゲートはアンダーゲートというらしい。アンダーゲート、違うゲートなんだね。俺たちは間違えたってことか。それはまるでゲートというよりも井戸のような形をしているという。え、全然違うじゃん。井戸とか見てなくない？いや、井戸は見てないよ。さて、私は引き続き情報を集めよう。君たちはゲートを探してくれ。井戸みたいなゲートか。わかりました、ちょっと頑張って探そうぜ。報告も忘れずにな。はい、ちょっと次はちゃんと報告します。すいません、トレタさん、すいませんでした。違ったんだね。俺たちは間違えたってことか。トレタさんにちゃんと先に話すこと言ったじゃん。そうだよそうだよじゃねえ、お前だお前なんだよ。え、まあでもちゃん、でもトレタちゃんとあれだね、情報探してくれてたんだ。こいつ信用できるんじゃない、もしかして。いや、ちょっと情報提供しよう。井戸探して違う井戸だったら困るしな。確かに、うん、そうだね。そのアンダーゲートってやつみたいなのを見つけたら報告しよう、すぐに。まあそうやね、ちょっと気をつけよう。ちょっとやっぱりあのいろんな刑があるってこれさっき言ってたじゃん。だからもしかしたら他にもあるのかもしれんっていう。やばいね、何終身時刻刑って。ハデスゲートって言うんだね。え、待って、とりあえず戻んない？いつ返してくるか分かんないよ。戻ろう。で、罠ではなかったっぽいな、違う刑ってことだったのか。なんだこいつ、嘘つきだと思ってたけど、ちょっといいやつなのかもしれない。見直した、ちゃんと教えてくれたしな俺らに。言ったじゃん、トレーターさんはいい人なんだって。お前何、しもべかお前は。何言ってんだよ。よし、戻ろう、急ぎ急ぎ、監視戻ってきちゃうよ。よし戻ろう。井戸みたいなやつか。よし、あれ、あ、戻って戻って、早く閉まってるよ、お前誰か閉めたこれ。いや、閉めてないよ俺。あ、監視、あ、監視だ。マジ？まずいぞ、待って、これどうやって帰るこれ。え、ブッチどうしよう、どうしようブッチ。で、違うところに繋がってないの？一旦こっちのさ、トレーターのさっきの水路、こっちさっきの水路、ここトレーター水路が食堂に繋がってる。で、食堂からほら外に出れる道いっぱいあるじゃん、こっち。一旦こっち行こう。早く戻んないと。待って、まずい。やばい、相当遠いぞこれ、ブッチ急がないと。待って、どういう道で行く？一旦食堂の方までこれ続いてるけど。食堂まで行ったらあそこに繋がってるじゃん、羊。あ、じゃあ羊から行くか。羊からあれだ、ロードに行ける、ロードに、オリンポスロードに。行こう。急ぎ、やばい、長居できん。急げ。やばい、感傷戻ってきちゃうって本当に。よし、出てきて。開けといてよかったね、ここね。ここマジ開けといてよかった。大正解。早く出ろ。で、ここは閉めると。よし、行け。急げ。もう気をつけてね、みんな。やばい、大丈夫か。いないよな、ここには。大丈夫、いない？いない。オッケー。ワンちゃん食堂にいるかもしれないから気をつけろ。わかった。急げ。怖い。え、大丈夫かこれ。待って、様子見る。大丈夫？どう、食堂いる？いや、いないっぽいな。扉閉まってる。オッケー、とりあえずこっちだ。急げ。急げ。こっち。よし、オッケー。これであとあれだ、羊行くだけだ。気をつけてよ。だって監視上にいない？蜂じゃない、蜂。蜂にいる気がする。いや、大丈夫か？いや、結構見える距離にいるな。急げ。だって大丈夫か？これ見えないよな。やばい、大移動だって。やばい、こんな大移動初めてや。だって怖すぎ。大丈夫？いける？あ、待って。あ、蜂の中にいる。いけ。待って、こっち来てない？死んじゃうよ。息。早く出ろ。やばい。待って。蜂しか出てきた。あ、どこ行くつもりだあれ。星座の方行った。待って、行った、かくる。星座見える。やばい。やばい、かくる。登ってる。わ、
やばい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 、上に行ったな、やばいぞ、あれ見えるぞワンちゃん、あの道今じゃない、今じゃない、今今、オッケー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 、今今今、行け行け、来い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 、急げ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 、急げ、ダッシュだ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 、急げ急げ急げ、もう見えるからやばいぞ、早く急げ、ダッシュだ、やばいって、わーやばいやばいやばい、急げ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 、よしよし、あぶねえ、危ねえ危ねえ、ここここまで来れば多分死角、こっちだよね、うん、そっち側そっち側、急げ、よし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 、閉めて、俺閉じるね、俺閉じる、俺閉じるね、閉じて閉じて、待って、こここう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 、オッケー、よし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 、危ねーよー、危ねー、あー帰ってきた、戻ってこれた、よかった、危ねー、まさか閉めるとは思わんかった、本当だよ、やばいな、開けっぱなしにしたってことで貫かないと、開けたままだったっけって聞かれたらやばくない、あれ決め忘れじゃないですかって、まあそれでなんとかなるんじゃね、まあ一回そここと俺らここで一晩泊まってるから覚えてないことをね願おう、そうだね、とりあえずでも進展したのはトレーターのおかげで、アンダーゲートっていう井戸っぽいゲートを探せばいいってことやもんな、でもさやっぱ井戸っていうくらいだから水の近くとかにありそう、踏むみたいな、確かに確かに、でも井戸みたいな形だから井戸ではないんじゃない、違うのか、でも食堂とかにもなんか井戸あるよね、ほらさっき通ってきたところ、あれ井戸っぽくない、ああいう感じなのかな、じゃあさなんかさ扉みたいなゲートを想像してたけど、なんかこういう感じでなんか下っぽい感じなのかなってことかな、地面に生えてるみたいな感じなのかもしれない、でも見た見てなくない、井戸食堂のあれぐらいしかないよね、でもさ行ってない施設賞味はまだあるよね、だって それこそさほらあそことかまだ入ったことなくない、あったんだっけ、いやない、あそこはないよね、劇場とかもあんまり調べてないよね、まあ確かに、あそうだね、あとあそこもじゃない、ほら処刑場のところも、確かにひび割れのとこ調べてないよねまだ、うん、まだまだ探索するとこいっぱいあるな、あちょっと何かあったらとりあえずトレーターに全部報告しよう、疑った俺らがバカだったな完全に、俺らって言わんで、俺らって、俺はトレーターさんにちゃんと報告すべきだと思ったよ、俺も思ったけど、本当かよお前、井の一番に行こうとしてたじゃんお前がお前怪しいやつだから信じない方がいいよ、何が怪しいやつだって、え新道寺が怪しいって話してて、なんかみんな怪しい怪しい言うんですよ俺のこと、なのにこいつ騙されるんですよ人に、今説教してくれしたってこと、説教してましたもうずっと、いいかお前は猿と同様の人間なんだから、お前は猿をちゃんと敬え、まあいいや、じゃあ説教はちゃんと解いてくれたのね、どうだった二人新道寺の感じは、いやもうこいつダメっすね、感じ悪いです、え、いやいや反省してます、反省してるよ、もう座禅まで、座禅まで食います、座禅まで、はい、もうパチンコしちゃダメだよって言ったら、いや1000円までならいいですかって言われました、やばパチンコしちゃダメだよって言ったらスロットならいいって言ってました、やばいいじゃんちょっとぐらい、いやじゃあだって忙しいって言いながら言ってるっていうことが問題なんです、まあじゃあ感覚としてはゴミだったってことになってる2人、はい、いやもうゴミ以下ですね、オッケー分かった、じゃあ新道寺何ですか、これはお前のチェストの中にあったものだ、リハイテン腐ってんじゃん、クエクエゴーモヤクエ、でも今お腹いっぱいなんですよね、今ちょっとオッケー、痛い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 、やめて痛いって、待って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 、あ、オッケー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 、クエ早く、はい、うっ、いっ、おい、お腹いた、よし、ということでじゃあ新道寺お前はついてこい、えあれ終わりじゃなかったんだまだなんだ、お前ら二人はちょっとここで待機しててほしい、え、また新道寺だけに聞かなきゃいけないことがあるんだ、じゃあ行くぞ新道寺、バイバイしんちゃん、あ、言わなくていいのなんか、えそんな、やだ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 、バイバイしたくないんだけど、まだ来世はパチンコやるなよ、するかも、さあ、じゃあ新道寺行こうか、こっちだ、バイバイみんな、バイ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 、あいつ何されに行くんだろう、あいつ本物じゃない、どう考えたって、まあ、なんか変なこと吐くんじゃねえぞ、あいつマジで一回拷問された方がいいと思うけどさ、じゃあ行こうか、え、ガチどこ行くんすか、まあまあ黙ってついてこい、え、待って待って、監視こっちはやばいっすよ、
だって転生しなきゃいけないんでしょお前は。まあ、てみんなも言ってましたね、改善策で。じゃあ転生しよう。まずできるんすか。できるよ。転生するためのまず第1のステップ、死ぬことです。じゃあ行こうか。え、待って待って待って、それ保証ないじゃないですか。転生する、できるできるできる、ここは神の世界だから大丈夫だよ。え、待って待って監修、いや本当に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 反省します。もう本当に反省したか。はい、もうヒールはヒール OK です、ディズニー。ああ、まあまあ結構反省してるなそれは。え、あっちの方連れてかれてる。あのまんま処刑場に行くってこと？え、拷問？拷問？拷問っぽいな。やばいよ、あいつ変なこと言うなよ。え、てかさ、まあ時間あるんだったらさ、この下にさ、葵ちゃんが掘り進めてた用語のとこあるじゃん。あそこ掘るの今行けるんじゃね？あ、行こう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 。多分あっちの方行くってことだな。俺やっぱそうだ、さすがに星座で変なことはしないやろ。今のうちな気がする。今行っちゃうか。いけ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 、よし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 。これ結構高いところにあるからな、結構死角なんだよな。でもハサミパクってきてるから楽勝だね。うん、ハサミがあればいける。よし、掘って、オッケー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 、大丈夫だなこれ。オッケー、よし、いない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 、よしここ掘ってこう。ね、違う。え、これ何があるんだこれ奥。お、左に曲がった。え、これ何、長い、どこに続いてんのこれ。やばいやばい、長い長い。え、待って、これあれじゃない？え、またあれだ、曲がり角や。え、これ多分あれだ、ワインと同じ感じだよきっと。長い感じのやつだ。 どうする？いや、やめとく。いや、一旦やめとこ。ちょっと今怖いわ、さすがに抜け出して。いつ戻ってくるか分かんないしね。多分刑務作業の時とかにやっぱ前と同じコツコツやった方が確実にバレずに掘れるな。まあまあまあ、そしたらだな、お前ちゃんと反省した態度を見せると約束するか。約束します。あ、なんだ、見てください、食べます食べます、ほら見てください、食べます。あ、食べろ。痛い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 、食べてます。え、お腹痛い。いいね、よく食べたね。では、じゃあそのお前の心意気を信じてお前にやってもらいたいことがある、ついてこい。あー、よかった、何でもしますよ監修。何でもするか、言ったなお前。何でもしますもん、任せてください。うん、じゃあ死んで。え、死ぬ以外、死ぬ以外なら何でもしますよ。あ、分かった、はい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 、息止めて、もうずっとね、そのまんま。さあ行くぞ。うん、ずっと息吸うなよお前、絶対息吸うなよ。無理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 ですか。何でもするって言ったじゃん。ね、死に繋がることは。いや、ダメです。それ別になんか死んじゃう方が悪いじゃんそんなん。いや、それは理不尽すぎでしょさすがに。でもどこに繋がってるんだろう。なんか多分あっち側に行ってるってこと。多分この辺りに出んのかな。なんかある、これ上から見えるわ。いや、見えんな何にも。でももっと続いてたらもしかしたらあそこのケーキのとこまで繋がるかもしれない。うわ、ワンチャンあるかもな。方角的にはそうだよな。何でもするんだよな。何でもします。じゃあお前にやってもらわなければならないことがあるんだが。やってもらうこと、なんかできることありますかね。さあ、まずは入ってください。あ、風呂掃除とかなら任せてください、全然しますよ。では発表します。昨日シルバーフィッシュがここに出てきたと言いましたよね。出てきました。それはどういう風に出てきて、そしてどうして死に至ったのかを今ここで再現してください。あー、なるほど。動きを全部、もうここから出てきてこうなっちゃってっての全部私に今から説明してください。正直にできるよね。できますよし、じゃあどうぞ。わかりました、じゃあ行きますよ。じゃあまずここブッチと入ってきました。うん、で、よし、女風呂レッツゴーって言って多分ここに来たじゃないですか、みんなで。うん、そうだね、そこまでは分かってるよ。で、看守がバイバイって言って向こう行った後、怒ったんですよ。いや、知ってる知ってるんだって。だからそこまでの情報は聞かされてるって。それがどういう風に起きたのかを教えろって。まずここに、みんなでお風呂に入ってたんですね、ここに。まずはみんなで大浴場に入ってたのか。それ3人でか。3人で入ってました。あ、分かった分かった分かった。で、なんか奥の方からなんかズワーみたいな音が鳴ってきたんですよ。あっちの方から。あのランタンがある方か。そうあっちのランタンのある方からなんかすごい音が鳴ってドドドドドドみたいな。うん、そしたらすごいっすよ。なんだ。シルバーフィッシュの親分みたいなのが出てきて。親分、親大きいのか。ちょっと主みたいな。おお。が来て逃げました。え、それ今再現しろって行動、お前の行動を。え、まあ、なんだろうみたいな感じで言ったんすよ。なんだろう。あ、じゃあまず見に行ったってことか。はい、なんだろうって言ったらめっちゃ大きい、なんかもうすごい大きいシルバーフィッシュがいたんすよ。それどこにいたの。このプール、ここにいたの。このプールにいました。この中にいたと。はい。あ、じゃあ私がそれだとして、あ、やばいやばいと思って、言ったらこっち来たんすよ。こうね、はい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 。
そしたら後ろからもちっちゃいのもなんかいっぱい出てきて、わやばいこれはやばいぞやばいぞってこう逃げたんですよ、こうみんなでぐるっと3人で回ったってことか。あ、ここやばいどうしようって言って、やばいどうしようこっち2階に逃げようみたいな感じでの時に、もう時すでに遅し、後ろから迫っていて、こんな感じですよね。うわーみたいな感じで、もう死んだと、お前が死んだだって。はい、最初僕がやられました。で、ブッチーと、あ、じゃあ先ちょっと逃げました、ちょっと奥に。あ、2階に逃げてったってことか、2人は。多分、はい。でもその後分かんないです。あ、そうだな、お前分かるわけないな。オッケー、分かった。じゃあお前が死ぬまでの経緯は、3人とも一緒にこの周りをぐるぐる回したってことか、でっかいの、親分みたいなシルバーフィッシュが出てきたってことか。そう、でっかい、もっとでっかいのがいました。シンドさん大丈夫かな、あいつ。なんか口裏ワッシュとかいいかな。俺たちも呼ばれるから、もしかしたら。風呂で死んだこととか聞かれるかも、もしかしたら。風呂で死んだのはもう本当にシルバーフィッシュが出たって言っちゃってるからな、昨日。何やってんの。お前取ったな、ここの。いやだって暇だから、なんか早く帰ってこないかなと思って暇だったからさ、ちょっと。それはなんか、この人別にここに入ってたわけじゃん。そうやってさ、なんかわー音が聞こえるなーってなってさ、いきなりなんかボンって出てきたってこと？いやちょっと見えてなかったです。ここをずっと眺めてたわけじゃないんで、音鳴ってから見たらもう いましたね。あ、じゃあ音が鳴ってなんだって振り向いたらもういたってことか、すでに。あ、そうです、そういう感じです、タイミング的には。それはその親分の大きさはこのプールの中のどれくらいだったか。いや、高さはもうこれ、この天井ぐらいありましたね。あ、相当大きかったのか。もう無理です、あれは死にますよ、さすがに。わかった。じゃあそれが真実だと。はい。そんな大きいシルバーフィッシュいるわけないけどね。え、どうせなんか嘘ついてんだろ、お前。いや、嘘ついてないっすよ。つくわけないじゃないですか。そんなはずあるわけないんだもん、大きいシルバーフィッシュ、親分が出てくるの。いや、本当に出てきたんですって。分かったよ、私にはいい考えがあるんだ。お前の主張だと前半部分は3人全部団子になって全く同じ経緯をたどったっていう認識だよな。そんなことはあの2人に聞けばすぐ分かるんだ、お前が嘘をついてるか本当のことを言ってるか。本当ですって聞かなくてもいいですよ、監視。大丈夫。いや、聞くに決まってんじゃん、そんなシルバーフィッシュの親分って何。キキの台本考えた？ああ、考えてない。なんて言ったっけ、俺。マリオって言ってたよ。マリオって言ったっけ？うん、スーパーフチザーズやるって言ってたよ。あれか、スマブラみたいにいっぱい登場させなきゃいけないのか。なんか、フータとタヌキチは出せって言ってた。おい、意味わかんねえよ。フータって誰だよ。タヌキチはわかるけど、フータって誰だよ。フータはあれじゃない？博物館にいるフクロウじゃない？あ、あいつか。あいつ寝てるだけでいい。あいつ昼間寝てんだから。そう、あとプッチはあれだ、神道寺をルイージ役で出しますって言ってたから、もう。じゃあ神道イージか。神道イージ、マリオとルイージとタムキチとフータが出ることは確定してるよ。じゃあ葵ちゃんはクッパね。あ、クッパ、アッパ葵ちゃんはアッパね。え、じゃあタムキフータはどうするの。いや、その前にピーチいないと話になんないんだよな。ピーチは観客から選ぶっていうのはどう。あ、観客参加型、監視見せるか。監視すればいいんじゃない。あ、じゃあ監視が、じゃあピーチ姫でいくか。そうしよう。で、じゃあ俺がワリオ。マリオって言ってたのにワリオやるの。じゃあ俺はワリオって言ったよ、ワリオ。あ、ワリオなんだ。ワリオとルイージ。つまんなそうだな、そのゲーム。今から二人に話を聞きに行くが、情報提供とかするなよ、あいつらに。絶対お前は嘘をついてるから。いや、もう信じてくださいよ、聞かなくても大丈夫ですって。監修つくならもうちょいマシな嘘つけよ、お前。絶対に嘘なんだよ、お前の話は。なんでそんな信用されてないかな、俺。見たことないんですか、親分。ないだろ。全員が全員親分ってワードを口にしたらお前許してやるよ。本当ですか。では、共有した時点でそれはなかったことになるからな。お前絶対に言うよね。何も分かったな。はい。だから言ったらお前分かってるよな。今日が命日になるぞ、お前。もう絶対言いません、絶対言いません。口閉じておきます。そうしてくれ。いや、問題はフータとタヌキチやもんな。フータとタヌキチいいんじゃない。踏んで倒したら。あ、いいね、そうしよう。踏んで倒して出てきた、あれ、マスターソードで。マスターソードでクッパを倒す。それでいこうじゃん。そしたらほら、動物の森、ゼルダの伝説、スーパーマリオブラザーズだ。ゼルダの伝説
マスターソードの部分しかないの。マスターソードの部分でいいよ。よし、お前ら。はい。おい、おい、おい、何盗んでんだ、お前それ。え？いいじゃねえだろ、お前。何骸骨かぶってんの？いや、ちょっと、ちょうど合うなと思って、サイズが。合うなじゃないと、お前さ。すいません、すいません、戻します、戻します。お前さ、何やってんの？信じらんないんだけど。いや、違うんですよ。いや、実は訳があって、リキの話は葵ちゃんと話し詰めてて。そう、台本を考えてて、で、熱に入りすぎて、これかぶって、ちょっと、シミュレーションしてました。あー、じゃあ熱心だったってことか。監修の、監修決まりました、1個。監修がピーチ姫お願いします。え？監修がピーチ姫。監修出るんだ。え、やば、巻き込まれて。え、監修ピーチ姫で。え、本当に？はい、分かった。そういう仕打ちを受けるわけだ、私は。分かった。いや、なんで手伝ってくれてもいい。お前らは、まあ、私を舐めてるってことだな。分かった。いや、舐めてません。出たいだろうなと思って。こいつらその話するタイミングめっちゃ悪いよな、振動時。確かに。え、何？いや、これは結構大ごとですね。大きいですね。そうですよ、大きいです。大きい。え、まあいい、とりあえず2人とも、ってか、まあ3人ともついてこい。これ大きいからね、大きい話だからね。何が大きいの？サイズ？いや、大きな出来事だよねって言っただけです。そうだよな、大きな出来事だよな。え、多分バカにされてるよ、葵ちゃん。多分大きい方が良かったな。ちげえよ、お前。最悪だよ。どういうことか。まずじゃあ簡潔的に言うと、新道寺はお前らの説教をきっと何も聞いてない。あ？いや、反省してるって。なんでだよ。まあ、じゃあまずはプチプチお前からだ。え、ほうほう、入れ。はい。何が始まるってんだ。では葵のだけここで待機してろ。え、あとの2人はこっちだ。はい。じゃあ葵の待ってるように。はい。ではプチプチくん。はい。昨日シルバーフィッシュが出てきて死にましたね。どういう風に出てきて、どういう風に死んだのかまでを全部再現してください、今。俺この辺で泳いでましたと。お前はそこか、他の2人は？あ、あっちにいました。あー、プッチーだけそっち行った。あ、そっ、そっ。お前さ、お前黙ってろって言ったよな。はい、わかりました、黙ってます。はい。この辺でくつろいでて、したら新竜さんがなんかギャーギャーうるせえな、発情期かと思ってこっち見るじゃないですか。そしたらシルバーフィッシュに襲われてるわけですよ。シルバーフィッシュはどっから出てきてたんだ？いや、それ見てないっす。俺はもうこっから何してるんって言ったら、もう襲われてて、でそのまま死にました。ちなみにそのシルバーフィッシュってのはどんなシルバーフィッシュで、どれくらいいたんだ？どんなシルバーフィッシュ？銀色でちょっと中ぐらいぐらいの普通のサイズ感のってことか。普通のサイズ感だったと思います。何匹いたっけ。いや、覚えてないっすね。たくさんいたのか、それとも少なかったのか。3、4匹ぐらい。あ、じゃあ少なかったってことか。はい。そっからどうやって死に至ったのか。新道寺が死ぬところとお前が死ぬところまで知ってるよな、全部説明しろ。新道寺が死んで俺が死にました。新道寺はどこで死んだんだ。この辺で死にました。もうすぐか。お前何してるんだよって見に来たらすぐ死んでたってことか。すぐ死にました。で、お前はもうこっち来てやばいやばいってシルバーフィッシュを叩いて殺そうとして死にました。じゃあお前と新道寺はここら辺で死んだってことだな。ここら辺で死にました。あれ、おかしい。いやいや、こいつちょっと記憶がおかしいんですよ、絶対に。いや、俺記憶正しいよ、俺。さあ、ではそれを踏まえて青いのを聞いてみようか。お前ら、青いのに話を聞いてるとき、お前らは余計なことは絶対喋るなよ。はいはい。情報を共有しようとしたりしてるのが見受けられたら、お前ら今日殺すからな、分かったな。わかりました、もう黙ってます。よし、青いの。はい。お前何くつろいでるんだ。え、だって暇だったから。いや、まあそうだけどさ、まあいい。とりあえずじゃあ青いのこっち来なさい。はい。昨日シルバーフィッシュが出てきてから、新道寺プチプチお前が死ぬまでの経緯を全部再現してみろ、今ここで。わかりました。ここでこうやって。お前はここで泳いでたと。でもここでレースしてました。一人で。ってことはここの湯船には他のやつはいませんでした。うん、いなかったってことか。オッケーオッケー。はい、他のやつはどこにいたんだ。他のやつはこっちにいました。この大きいプールにいたってことか。いや、こっちのちっちゃいプールです。2人ともこの、はい、2人ここにいて、新道寺さん、俺もう我慢できないよ、え、プッチーみたいな、なんか意味わかんない話をしてました。うん、ほうほうほう、オッケーオッケー。で、そしたらなんかこっちからうわー
みたいな話が聞こえたからなんかやってるわと思って、ここの3周目にここをこうやってまたこう行こうとしてたんですよ。あー、その3周目、レースの3周目に入ろうとしてたってことだな。レースの3周目にかかった時にわーって言われたから、え、どうしたのって言って こっちに来たらシルバーフィッシュがいて、うわーってなって死にました。シルバーフィッシュがどっから出てきたとかはもう知らないっす。見てないのか。はい。ちなみにそのシルバーフィッシュってどんなシルバーフィッシュでどれくらいの量いたか。え、どんなとかあるんですか。普通のシルバーフィッシュか。はい。どれくらいいた。え、なんかクラス1クラス分くらい。30匹くらいいたってことか。はい。じゃあ、新道寺プチプチの順番で死んだじゃんか。新道寺はどうやって死んだ。いや、見てなかったです。あ、見てないのか、お前は。プチプチが死んだのも見てないです。わかった、それがお前の主張か。はい。さあ、ではん、ももあれ、ちょっとどこかに、ちょっとタイムマシーンないかな。タイムマシーン。さあ、ではまあ、3人の教室が揃いました。さあ、並んでください、皆さん。あ、え、はい、そうですね、まあ、お分かりの通り一人ずつ何があったかを聞いていきました。はいはい。もう供述がまるで違うね。まずですね、あの葵さん、ここで一人でレースしてたんですよね。はい、一人でレースしてました。こうぐるぐるしてました。あ、プチプチくん、君はどうしてたんだっけ。ここで泳いでました。なんで。新道寺くん、3人ともどこにいたんだっけ。確か俺がここにいて2人なんかレースしてました。いや、違う、3人ともここにいたって言ってたよね、君は。あれ、そうでしたっけ。あー、分かった、シルバーフィッシュで死んじゃったから頭がおかしくなっちゃった。あー、神経毒か。いや、にしてもなるよ。ちょっとこっから先、まず3人とももうスタートも全然バラバラなんですよ。でも、大変だったから記憶違いかも。いや、まあその先も聞いてよ。こればっかしはもう記憶違いなんて言葉じゃ片付けらんないのよ。え、じゃあまあ聞いていこうか。え、シルバーフィッシュは何匹くらいいたんだっけ。クラス1クラス分くらい。どんなシルバーフィッシュが。普通の。え、どんなシルバーフィッシュが何匹いたんだっけ。普通のが3、40匹。40匹。は、3、40匹。なんかおかしなことになってるけど、まあいいんだ。もう大問題野郎なんだよお前。どんなシルバーフィッシュがいたんだっけ。大きいシルバーフィッシュがいて、後ろにゾロゾロいましたね。どんなだっけ、それは。大きくて何みたいなんだっけ。親分シルバーフィッシュがいたの。お前見たか、親分シルバーフィッシュ。見てなかった気がします。え、あれ、お前は見てるよな。え、見てないです。あれ、全員見てたんだよな。全員見てましたよ。多分頭がおかしいです、こいつは。で、プチプチはここで死んだと。はい。でも新道寺もここで死んでたんだよな。はい。おかしいな、多いの。新道寺がいたのはあそこだよな。はい。あれ、新道寺。はい。お前が死ぬ間際、プチプチと葵はどこに向かったんだっけ。バーですね。おかしいな。全員嘘ついてるね、これ。ごっちゃごちゃだね。わかんない、もしかしたらあれかな、違う世界線にいた。だよね、俺も思った、それ。ここじゃあベータ世界線なのかな、もしかしたら。いや、お前らは嘘をついてるね。正しいことは何を隠してる、お前ら。でもシルバーフィッシュに倒されたことは間違いないですね。うん、間違いないですね。じゃあ分かってんだって。だからこんなにも話がバラバラなのはなんでだろうね。いや、間違ってない、青は。絶対に他が間違ってるってことか。はい。全員思ってるのか、他が間違ってるって。思ってます。僕は間違ってない。なんでだよ。あ、青が合ってる。うるせえ、お前の世界線なんだよ。イチャイチャさせんな、俺とプッチーを。ふざけんな、お前。お前こそなんだよ、でかいシルバーフィッシュって。見たことねえだろ。あの、親分シルバーフィッシュっているんですか、この世界に。いいんだよ。じゃあお前嘘つきや。じゃあお前嘘つきや。ということでだ、まずお前らの供述がぐっちゃぐちゃなことが問題1。そして問題2、新道寺の教育をちゃんとできなかったこと。何の説教も響いてないぞ。嘘つきなんだから結局。
お前嘘つくなよ。そうだよ。いやでも3人ともバラバラだから最低2人は嘘ついてるってわかるか。っていうことでその責任を連帯責任で取ってもらいます。誰かのせいとかではありません。もうみんなぐちゃぐちゃのこと言ってるんで連帯責任で取ってもらいます。連帯責任ということでゲームをしましょう。さあ皆さん来てください。ゲーム、なんだろう、競馬かな。あ、それは大好きだよ。うるせえお前。まあお前ら喜べ。ずっと気になっていたバースデーケーキみたいなとこに行くぞ。え、あそこに行くんすか。おお、そうだ。え、で、待って、このタイミングで行く場所ってことっすよね。そうだよ。でもゲームができるんでしょ。ゲームセンターだ。じゃあまあゲームセンターよく分かってんじゃん。ゲームセンターだよ。え、ゲームセンターなんすか。本当に。あそこゲームセンターだよ。よく分かってんじゃん。最新の機種とか置いてあるんすか。いや、え、でもあのバトルゲーみたいな感じかもしれん。おー、バトルドームだ。バトルドーム、バトルドーム、バトルドーム。ボールを相手のゴールにシュート。ゲームしよう、みんなで。よっと。じゃあ青に P ね。見てみろ、看板を。え、闘技場殺すせよ。そうだ、ここは闘技場だ。バトルドワイヤルってことじゃん。マジ、バトルドームじゃなくてロワイヤルの方やった。そういうことだ。まあまあまあ、とりあえず入るか。おいで。あ、待って、なんかよ想像ついてきた。あ、見ろ上。待って、戦いの間って書いてあるぞ。おい、もう嫌な予感しかしないんだけど。ようこそ闘技場殺すせよ。おい、では今日するゲームの内容を教えます。もうすごいデスゲームっぽい。バトルロワイヤルではないです。あ、違うんだ。あ、違うんだ。君たちは仲間です。仲間、チーム戦的な。監視と戦うのか。いいえ、私とではありません。とある敵が出てくるのでそれと戦ってもらいます。あー、よく映画とかで出てくるやつだ。あれだ、でっかいシルバーフィッシュと戦うんだ。大事なルールを説明します。はいはい、はい、君たちは仲間ですので一人が死ぬとケーキが1日、二人が死ぬとケーキが2日、三人が死ぬとケーキが3日、減っていきます。つまりケーキをかけた戦いをしてもらいます。じゃあ生き残ればケーキを減らずに済むってことですか。そうですね、全員生き残ったらケーキは減らなくて済みます。おー、まあまあまあ、なるほどなるほど。あ、じゃあまだチャンスはあんのか。まだ、ただ死人の数だけケーキが減ります。そしてなぜ減るかというと、君たちが嘘つきだからです。わかりましたね。はい、まあ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 、一旦施設の紹介をしようか。うわー、戦うのか今俺らは。そうだ、お前らは戦うんだ。とりあえずついてこい。まずここが観客席だ。おお、すごくね。何これ、すごいだろう。闘技場すごい、ガチじゃん。ガチの闘技場だ。ここが玉座だ。これ玉座。まあまあまあ、見てろって。お、あ、消えた監視が。上を見ろ上を。あ、上にいる。上正面からとか見てみ、ちょっと。ほら見てみろお前ら。おー、なんかいるぞ。あ、すぐ座ってる。お前らが戦うのを私はこっから見る。高みの見物ってやつか。お前らも座りたいか。座りたい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 。行きたい行きたい行きたい。そのボタンを押してみろ。え、いけないよ監修。プッチ資格がないんだよ。まだ俺にさせて、俺にさせて。いくよ。ほら、お前は下民だからいけねえんだって。ね、青もやる、青もやる。なんで。はい、ペチャパイはいけねえってよ。なんだって。どうして。残念でした。これは私だけがいけるボタンです。なにそれ。お前らはこの玉座には来れません。いいな。行きたい？玉座。行きたい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 。え、ちょっとついてきてよ。あ、行けるんすか？玉座のとこに行ける場所があるんだ。おいでおいで。おお。こっち側なんだけどさ。あ、外からなんだ。外から行くんだ。そう。あのボタン以外だと外からしか行けないんだよね。あの玉座のところは。あ、そういうことか。こっちにね、ほら入り口があるの。見て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 。あ、ほんまや。お、玉座の間だって。おお。そう、この先が玉座の間です。ということで、行けませんが。え、行けないんかい。行かしてくるじゃないですか。ここまで来て行けないのかわいそうだね。ええー、そんなのあり。お
お前らはたかが囚人だから入れないんだよそこには。いやね、楽しみだったんだけどな今一瞬。ワクワクした？ワクワクした後に絶望に浸りました。ざまあ見ろ。よし、ではバトルしようか。覚えてるな条件は。さあ入れ。はい、覚えてます。お前も入るんで青いの。何してるお前。女の子は見学なんじゃないんですか。いや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 、ジェンダーレスだから。最新取り入れてる最新。葵ちゃん大丈夫だ。葵ちゃん戦闘民族だから。大丈夫かな。でもケーキ食べれるんでしょ。何の話してんだこいつ。え、違うの。もう分かってねえこいつだけ。え、てか彼女素手で戦えばいいですかこれ。いや、まあ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 、後で武器は渡すんだけど、そうでしょ、見てよ。え、何そこ、青も行きたい。おい、何、いいでしょここ上があるんだ。こんな高いところから見えるんで、本当だったらね、お客さん招いてやらしたかったんだけど、ちょっと急遽だからね。これも収入源なんですね、この刑務所の。そうだね、まあ時には囚人同士を血みどろになるまで戦わしたりもする。残酷すぎる。えぐすぎる。そういう刑もあるんだよこの展開には。え、あ、それ刑なんだ。そうそうそう、だから気をつけないよお前らも、そうなんないように。よし、では君たち。はい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 。何ぼーっとしてんの、大丈夫。え、分かってるよね、本当だよ。一人死ぬたびに1日ずつ短くなるからね。そっちのケーキか。今さらかよ。今分かったのかお前。ということで、まあさすがに敵と戦うのに素ではないよね。いや素ではないです、そんなドラゴンボールの世界じゃないんで。武器欲しい。はい、欲しいです、欲しいです。武器欲しい。ではみんなに剣を渡しましょう。おー、ライトセーバー、ライトセーバー。はい、どうぞ。え？悲しみの向こう。木の剣だ。はい、どうぞ。え、木の剣？ん？何？剣だよ。しかも全員木の剣だ。え、全員木の剣？え、木刀で戦いってことですか？え、不満？募集するよ。あ、いやいやいや、木刀でいいん、よかった。そうだよね。あ、待って待って、分かった、これで倒せるぐらいの雑魚なんじゃね。あ、そういうこと。修学旅行のお土産でも倒せるような雑魚ってことか。余裕余裕だったら余裕だわ。いけるか。いけます。よし、怖い怖い。いけます。では何と戦うかは発表せずにいくな。いやいや、雑魚だ雑魚だって。大丈夫、木の剣だから大丈夫だって。では健闘を祈る、いくぞ。3、2、1スタート。あ、待って待って、やばい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 。待って待って待って、ブッチブッチお前座ってる場合じゃねえって。やばいやばいやばい。え、待って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 、やばい。さあ頑張れお前ら。なんか上、なんかいる、誰か乗ってる上に。2匹もいるの。痛い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 。頑張れお前ら。痛い。死んだらケーキが減るぞ。あ、ごめん。ごめん、殴っちゃった。ごめん、間違えて殴っちゃった。みんな頑張って。待って待って待って、みんな頑張れ。ごめんみんな。やばいやばい。おーい、おい、あと2匹いるぞ、あと2匹。ブッチ頑張れ頑張れ。ブッチ待って待って、全滅かこれは。いけいけブッチ。背中に星座みたいに矢が刺さって刺さってた今。やばい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 。あいつ逃げてばっかり戦わないんだな。じゃあじゃあ HP 回復してから行く。もうこれで2人死んでる、やばい。俺は生きて帰る。ブッチまで死んだ、3日減っちゃう、やばい。待って待って待って、ブッチブッチ。待って、必勝法思いついた。重なれお前ら、弓を撃つんだ自分たちに向けて。あ、なるほど。え、あ、え、できてないよそれ。やばいやばい。ブッチブッチ。ハートに、ハートに1。やばいやばいやばい、あとちょっとで死ぬ。回復回復回復。やばい。あーあー、やばい。でもこいつらはバイバイと。ああ、おお、あ、やった倒せた。違います、今私が倒したんです。さーてと、では君たち剣を返してもらいましょうか。くそ、マジかよ。もうお前らが雑魚やからだって。3人死んだ、雑魚だなお前ら。もう一回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 、ワンモアワンモア。え、いや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 、え、それは違うんじゃない。え、別にまあ飲まないこともないけど、その場合追加されてくけど大丈夫。いや、じゃあもういいです、やらないです。大丈夫です。お前アホやろ、アホすぎやろ。そうだよね、いいよね、はい、今ので満足だよね。はい、満足しました。満足しました。では
今日はお疲れ様ですですね。戻りましょうか。え、待って、3日減ったってこと？そういうことになりますね。マジかよ。おい、もうなんで、おい、新道場、お前、早く死にすぎやって。いや、だってさ、あんなん出てくると思わなかったもん。いやー、面白かったー。まあ、君たち、覚えといてほしいのはですね、今後も、まあ、似たようなことがあれば、何度だってここに連れて行きます。まだ別の敵もいるので。え、あれの他にいるっすか？あれ以外にもいますよー。ちなみに、あいつの強さは、他のやつと比べると、どういう感じなんすか？まあ、もしかしたら最弱くらいかもしれない。え、あれ最弱なの？あれ、最弱。そうやろ。なので、いい子にしててください。そして、言い訳言わないでね。嘘ついたってすぐバレるんだから。わかりましたか？はい、言い訳しません。嘘つきません。親分なんてもう二度と言うんじゃねえぞ、新道寺。はい。親分ってないや、マジで。あー、楽しかった。今日楽しかったね、みんな。いや、楽しかったです。はい、まあ、楽しくなさそうなんだけど。いや、でもストリートファイターみたいに楽しかったです。あ、よかったよかった。そうだよね。刺激強すぎたんで、ちょっと今ゲームの刺激が強すぎて。またやりたいってこと？いや、やりたくない。癖になっちゃう。やみつき。やみつきになっちゃうって？やみつきなんないよ。やみそう、やみそう、むしろ。まあ、大事な話をね、ちゃんとあのきっちりしないといけないから、今日は独房に返します。あー、久しぶりの独房だ。本当だ、久々の我が家、はい、我が家だ。では、改めまして、皆さん、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、まあ一応ね、さっきのでも分かってると思うんですけど、改めて報告をします。皆さんはコロッセオで負けたので、ケーキが3日短くなりました。のー。でも、これもう文句ないよね。つけようがないよね。自分たちのせいだからね。え、ってことは、あと何日になったってことですか？あと16日ですかね、残り。ガチ？ちょっと結構がっつり減った感じするね、そう考えると。今日だって、今日朝だって残り19とか言ってなかったっけ？えぐいって。え、でも悪いことをしなければ連れてかれることはないんで、いい子で過ごしてください。以上です。わかりましたか？わかりました。まあそうっすよね。いい子にします。まあこういう施設があるってことも分かったし、まだ拷問もしてないしね、いくらでも痛めつける方法はあるので、いい子で生きてください。では、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。おい、もう、おい、パチ同時。パチ同時、なんで俺のせいなんだよ。なんでお前、親分って。いや、だってさ、さすがにさ、ってさ、下水でさ、死んだとは言えないじゃん、下で。もうちょっと何か、なんかやばそうな行動する前に、作戦をもうちょっと細かく練った方がいいぞ、これ絶対。監視のあの、事情聴取型、マジで厳しいよね。気をつけよう、ちょっと次回から。そうだね。あ、違う、気づいた、シルさん。俺叩いた時に。あ、あれでしょ、コロッセオのとこでしょ、上の丸石。そう、あれ丸石あったよね。あれ右と左にあったから、あそこに丸石が何個かあるんじゃない？ね、いっぱいあったよ。アウもさ、あのもう一回やるかって言われた時にさ、見たんだけど、いっぱいあった。あ、いっぱいあったの？あったあったあった。丸石がずらーって並んでた。葵ちゃん、丸石の耐久今どれぐらいあんの？なんかでも予備で持っといた方がいいよね、多分。やった方が絶対いい。全然減ってないけど、でももう一本は欲しいよね。誰か違う人に持ってってほしい。あ、まあそうやね、そうやな、それもそうやな。もし別れたりとかした時に複数あった方が探索の効率的にはいいもんな。まあできればみんな全員分欲しいみたいな感じあるよね。うん。よし、じゃ一旦今日は寝よう。ちょっと気をつけろ、明日から。またケーキ減らされたらたまったもんじゃねえかな。ちょっと気をつけよう。よし、おやすみ。おやすみなさーい。うるさい！うるさいって。